皆さんこんにちは、アズです。今回のかなぶんチャンネルはアズスタイルをお届けしたいと思います。アズスタイルではかなぶん生の普段のファッションや先生方はどんな方たちなのかを紹介していきたいと思います。では第1回アズスタイルスタート、イエーイ。かなぶんチャンネル、はい、では私の今日のコーデのポイントを紹介したいと思います。全体的にブラックとベージュ、このツートーンを意識してコーディネートしました。で、上からいきますとベージュのハットなんですけど、これよく見るとレオパードのハットになってて、ちょっと珍しい感じだと思います。で、トップスなんですけどファーベストを取り入れて、ブラックとファーベスト、このちょっとベージュとブラックで意識しています。で、一番注目してほしいのがこの私の今着てるスカートで、こちらのベージュのコルセットとベージュのプリーツスカート、これが本当はセットになってるんですけど、私がそこにあえてレザーのプリーツスカートを入れて組み合わせております。これが私のアズスタイルでした。はい、それでは私の大事なクラスメートを紹介したいと思います。ヒカ、あれヒカ、でもブランカ、あれヒカ、でん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 、イエーイ。ヒカの今日のファッションのポイントは、今日のポイントは12月なので、モコ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 、ワン、ツー、スリー、オーケー。あとはこのパンツを自分で作りました。めっちゃかわいい。じゃあこれちょっとせっかくやったらみんなに見えるように、ちょっと素敵、見えますか、ちゃんと見えてる、見えてる、見えてるから、これ見えた。ありがとう。これちなみにいつ作ったんです？これは1年の時に藤井大先生がご指導してくださって、とっても満足のいいパンツができました。ヒカ、せっかくやからもうちょっと全身見える、ちょっと回ってみて、回ってちょっと見せてあげて、ゆっくり。このピンクのチュールも可愛いよね。お気に入りです。結構中も見るもんね、うん、そういえばさ、ヒカ今授業で何やっとるの？今は2月の卒展に向けて服を作ってます、うん、おー、それすっごい見たんやけど、いいけ、ちょ待って。それではヒカに持ってきてもらいました。これが、モデルさんに来てもらうための本番の未完成の、それがまだないやつです。こっちは、こっちは、完成したらこんな形になるよ的な、変わるっていうやつですね。2人の布で、こんばんは、この布で作ります。めっちゃチェックで可愛いね。可愛いの完成するの楽しみにしとるね。待っててください。イエーイ、待ってるわ。皆さんもお楽しみに。第1回アズスタイルということで、皆さんいかがでしたでしょうか。いきなりなんだけど、でなんとクラビズム12月号にかなぶん生が載ってます。イエーイ。これはということで、皆さんよかったらクラビズム12月号チェックしてみてください。お願いします。では皆さん、次回の配信もお楽しみに。バイバーイ。